皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加瀬子と申します。NHK スペシャル、今回はジャパンリバイバル、安い30年脱却への道ということで、簡単に番組の内容を紹介をしていきたいと思います。日本は非常にもはや安い国だと、海外に比べて安い国なんだということで、もう海外の投資家から見たら日本は割安セールなんだということで、近年ですね、不動産、ホテル、企業買収を海外から相次いで行われていると。さらに、こうした、不動産やホテルや企業だけでなく、日本の人材も安いと。安くて高い技術力を持っている日本人を安く雇えると、世界に比べて安いから、これはお得だということになっているということ。まあ、皮肉な結果で注目されているということですね。で、まあ、結局ですね、この特集、一言で言うと、日本が再び成長するには外圧しかないということです。まあ、日本の政治、日本の官僚、日本の企業の経営者、もしくは企業、日本の企業経営体質では、もはや成長ができない。もうね、すごい面白いこと言ってましたけど、やっぱもう、日本企業にいた時はもう、なんていうか、もう監督とコーチばかりで、もう何も決まらないと、意思決定も遅いと、まあ、何十個もハンコを押さないと、物事は決まっていかないと。こんな馬鹿げたことやってるから、もう取り残されちゃってると。まあだから結局、もうそういうことをやってるから衰退するんだったら、もう海外の投資ファンドとか海外企業と提携した方が、うんと進みが早いということなんですね。で、まあこれ非常に面白かったのは、中国の企業がですね、研究開発拠点を日本に置いて、日本のエンジニアを採用しているんですけれども、日本のエンジニアはもう中国企業の方がよっぽどもいいと。意思決定めちゃめちゃ早いと。もうすぐに、例えばね、社長にこれやりましょうって言ったら、いや、じゃあどうぞやってみてくださいとかって言って、もうめちゃめちゃやりたいこともできるし、もう働きやすいし、やりやすいしっていう、いかに日本企業の経営体質がオワコンかっていう、もう本当に中国企業にも負けてしまうという感じになっているということですね。で、まあ、これも非常に面白いことを言ってた、日本の企業がありましたけれども、結局日本には素晴らしい技術の種があっても、それを活かせる人がいないんだと。ところが海外企業はそれができるということで、まあ、この番組の中ではですね、糊を切る機械の企業に、注目した海外のところがいて、いや、これ太陽光パネルの切る機械とかに使えるんじゃないの？こんなすごい機械を持ってるのに、みたいな。要は、そうやって注目してくれるのが、日本ではそういう目ってなかなかないけれども、海外企業の方が、日本の技術、これすごいからこういうのに使えるよねっていうことを言ってくれるということになっているということです。まあ、というわけで、まあ、日本企業はですね、まあ、海外企業に買収されたり、まあ、海外投資ファンドに買収されたり、もしくは海外企業と提携することによって生き残りをかけているところもあるということで、まあなんかすごい皮肉なことですけど、要はマネジメントができてない、まあ政治も含め、まあ官僚も含め、全体像とか合理性とかが本当にないじゃないですか。未だに台風なのに出社されるとか、そういう非合理的なことをやっていて、いかに効率よく、無駄なく、その目的ね、そのいい製品を安く作るっていう、そのために何をやるのかっていうところが、なんか結局昔からの慣習だったり、なんかそのね、建前だったり、上司と部下の関係だったりみたいなことで、ぐちゅぐちゅになってるところに、もう海外企業だったらそういうのはドライなので、いや、もうできるんだったらできるとか、安いんだったら安いとか、もうちゃんと合理的な判断ができるので、日本の技術や人材や、ね、その、ポテンシャルが素晴らしいけれども、それを使えないアホな日本の政治家、企業の経営者、官僚がいるから、せっかくいい技術の種やいい人材がいるのに使えてないと、だったら海外と組んで海外にマネジメントしてもらった方がいいんじゃないかという非常に皮肉な結果になりましたけれども、まあそれによってですね、日本が、まあある意味復活するのであればいいのかもしれませんけれども、でも親元を海外に牛耳られていたら、どうなんだっていう話もありますし、それは結局注目されてるのは今日本が安いからっていう面もあるので、まあなんとも複雑な気持ちを持ちつつですね、結局日本自身が変わっていかないと、まあ海外でね、提供して、まあそれはそれで一つのモデルにはなるんでしょうけれども、まあいいところだけ海外に持っていきかねない状況になってしまうんじゃないかということで、まあ日本の企業の経営者とか政治家とか官僚、本当にもう合理的な、もう論理的な考え方で、そのね、既得権益をいかに残すかとか、建前とか、
意味のないそのしきたりとか、もうそういうことを一切やってて、もうきちっと合理的に論理的に判断する能力を磨いていかないと、本当に、この先どんどん、貧しくなってしまうんじゃないかなという番組だったらというふうに思います。